写真拡大。ロッテ4の1、オリックス30日、ゾゾマリンスタジアム。オリックスは初回に先頭の福田が四球の後、2番小島はカウント3の1からの5球目のボール球をファウル。フルカウントからの岩下のフォークを空振り三振で、福田は盗塁死の三振ゲッツ。制球に苦しむ岩下を助けるこのファウルが響き、1安打のみに終わった。西村監督は、福岡でのゲームと全く同時入り。ランナー1塁で三振ゲッツ。そこが全てだった。ボール球なんで、そこを何とかしていかないと。初回からいきなり流れを向こうに渡してしまっている。足立の内野安打の一本だけ。野手陣は何とかしな、糸と苦い顔で振り返った。28日のソフトバンク戦、ヤフオクドームでも初回に福田が四球の後、大城がバントで遅れず、ヒッティングに変えたが三振ゲッツ。そのまま敗戦となった。2試合連続で絶好機をミスで逃した。先発の田島は苦しみながらも5回2失点と試合を作っただけにもったいない敗戦となった。これで今季50敗目。借金は2桁に逆戻りし、3位西武まで 6.5 ゲーム差となった。